はい、どうも大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽やアーティストについて僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方見ていただければ幸いですということで今回もやっていこうと思いますけども、今回はですね、まあいろんなミュージシャンの方たちっていうのを紹介してきたんですけど、このアレンジャーであったりとか、その作曲者、まあそういったその裏方っていうか、まあミュージシャンだけではない、まあそういった、音楽にすごく深く関わってきた方一人紹介したいなと思いまして、で今後このチャンネルでもね、そのミュージシャンだけに特化するんじゃなくて、いろんな音楽を支えてきた人たちっていうので、まあ紹介したいなと思います。ということで今回は松任谷正隆さんについて、まあ本当に名曲のね、まあアレンジャーであったりとか、まあ作曲もしますけども、まあそういった本当にいろんな名曲を生み出してきた方ということで今回ちょっと取り上げようかなと思いますけども、松任谷正隆さんといえばね、まあ皆さんご存知の通り松任谷由実さんのね、まあ旦那さんということでね、松任谷由実さんの作品には、ずっと深く関わっていてですね、まあ夫婦二人三脚でずっとね、名曲たちっていうのを生み出したりとかしてるんですけども、松任谷正隆さんって本当に、まあ、松任谷由実さんだけではなくて本当にいろんな方々っていうのを、まあサポートしてたりとか、まあそのアレンジしたりとか、レコーディング参加したりとか、ライブに参加したりとか、まあ、その本当に日本のポップスであったりとかフォークソングを支えたような、本当に偉大な方ということで、まあね、今回取り上げようかなと思いますけども、まあまあ今回ちょっとね軽いキャリアとですね、まあどんなことをしてきたのかとか、まあそどういう作品を生み出してきたのかっていうのを中心に喋れればいいのかなと思います。ということで松任谷正隆さんでございますけども、まあアレンジャーであったり作曲家で、それからですね、まああとティンパンアレイとかキャラメルママですよね、その前身の、まあそういったバンド活動なんかもされております。主にですねキーボード、まあピアノですよね、を担当したりとかしていてですね、でもまあ2009年ぐらいから、自身でね、あのギターとかベースとかそういったものを演奏したりとかするようになったということでございます。でこの松任谷正隆さん、本当にこの音楽に対するですね、まあ愛情が深すぎてですね、本当こだわりがかなり強いですよね。やっぱその生の音を大切にしていて、本当にそのグルーヴ感であったりとか、バンドが生み出すこのサウンド面っていうのにすごくこだわって作ってるというか、そこをこだわり続けて、まあその名曲を生み出してきたっていうの でやっぱりこういろいろ名曲を生み出すためには本当に海外の一流のねミュージシャンにこう依頼したりとか、まあ日本でも一流のミュージシャンに依頼したりとか、まあそういった意味でこうかなり人脈とかも広くてですね、ザ・バンドが好きということで、このザ・バンドのアレンジとかイーグルスのアレンジをしていたその海外の、プロデューサーとかにこうね実際にこう頼んで曲作ってもらったりとか、まあそういったこともやってるんですよね。だから本当にこの音楽に対する愛情が深くて、まあ本当に音楽作りということに対して職人技でですね、まあ本当にすごい名曲たちっていうのを生み出してるわけでございます。はい、松任谷正隆さんなんですけども、一応デビューというか、まあそのアレンジャーとか、まあ編曲、まあ作曲、そういったもののデビューっていうのは吉田拓郎さんの結婚しようよが、最初なんですよね。これはまあめちゃくちゃ名曲ですよね。僕もあの結婚、に関する楽曲ということで紹介しましたけども、このね結婚しようよに関わったということでございまして、まあその加藤勝彦さんって、あの元フォーククルセターズのね、まああの悲しくてやりきれないとか、まあ、イムジンガーとか帰ってきて酔っ払いとかの、まあ、フォーククルセターズの、加藤勝彦さんに実際に誘われたんですよね。なんかオーディションで加藤勝彦さんになんか見出されてですね、そこから、まあその一緒になんかやらないかということで、その吉田拓郎さんの結婚しようよという曲から、まあアレンジャーというか、まあ、そういった活動を始めたわけでございます。でやっぱり今後ねこの吉田拓郎さんとのめちゃくちゃタッグ組んでいくんですよね。だからこの松任谷正隆さんって松任谷由実さんみたいにこうシティポップとかポップスみたいな、そういったイメージあるんですけども、がっつり吉田拓郎さんとも音楽作りであったりとかライブっていうものにねどんどん参加していくんで、フォーク界に与えた影響っていうのもかなり強いんですよね。でですね、まあそこからデビューしたんですけど、やっぱ当時なかなかねその音楽だけでお金を得るってなかなか大変だったらしくて、いろいろねこういろんなもう一流ミュージシャンの人のね元についてやってたんですよね。小坂忠さんとかね、いろいろの方とかでやってたんですけども、なんか精神的にいろいろ大変だった時期があったらしくて、でお金もねなかなかもらえないしみたいな感じでございますけども、まあ、ここで転機がやってくるんですよね。松任谷由実さんのね飛行機雲のね、まあ、アレンジを頼まれたということで、この時からねあのティンパンアレイとか、まあ、そういったそのねキャラメルママって、まあ、細野晴臣さんとか鈴木しげるさんとかと一緒にねやってた、まあ、そういったバンドがあるんですけども、まあ、それでも活動していく
くことになって、それと同時に松任谷由実さんの、まあ、この飛行機雲のこのエンジニアというかアレンジャーとして決まったっていうのがありまして、時からね本当にアレンジャーとしての力を発揮していくんですけどもね、まず一つ目の名曲がですね、まあ本当飛行機雲ですよね。でこの中にねアルバムに入ってる、雨の街をっていう曲があるんですけども、まあこの時にね全然そのねなんか松任谷由実さんなかなかこう歌い入れが大変だったらしいんですよ。なんかこのディレクターとかプロデューサーとか当時のプロデューサーとかが、なんか全然 OK 出さないということで、なんか松任谷由実さんこうビブラートがねなんかすごい強かったらしくて当時で、なんかその今回のこのね、雨の街をっていう曲はビブラートそんないらないからっていうこと言われたらしくて、いやでも松任谷正隆さんはでもビブラートあってもいいんじゃないかって思ったらしくてね、なんかすごくこうボイトレとかに松任谷由実さん通ってて、なんかこの歌を入れるの大変だったっていうことが、あったらしいんですけどもね、なかなか雨の街をがねあのうまくレコーディングできなくて、もうその当時ぐらいから、松任谷正隆さんとね、松任谷由実さん仲良くなってですね、井の頭公園でデートしてたらしいんですよね。そしてですねどんな花が好きなのってデートで聞いたらしいんですけど、その時松任谷由実さんが、ダリアって答えたんですよね。それを聞いた松任谷正隆さんは翌日にね松任谷由実さんのレコーディングのピアノの上にね一輪のダリアを置いて、そしたらその雨の街をって なかなかうまくいかなかったレコーディングがうまくいったっていうね、まあ、そういったエピソードがあるんですけどもね、このねなんかこうダリアを置いたっていうのはね必ずしもこのなんか愛を表現してるだけではなくて、このなんか技術ばっかりにねこう凝ったようなディレクターとかそういったレコーディングのね歌い方とかそういった技術面だけじゃなくて、もっとこうエモーショナルな直感力を大事にした方がいいんじゃないのっていう意味を込めて、まあ、そのレコーディングのねうまくいかないレコーディングのでも松任谷正隆さん自身の考えの意思表示というか、まあ、そういったものがねなんか理由としてあるらしいんですけどもね、すごい素敵なエピソードだなと思っていますけどもね。はい、そしてまあね飛行機雲をどんどんやってってね、そこから完成していってすごい この時点でもすごいアレンジャーとしてめちゃくちゃ見出されるんですけども、なんかこの時はね自身でも暗黒時代だというふうに言ってるんですよね。まあやっぱりこのお給料が少なかったりとか、まあなかなかねこの音楽で食べていくっていうことが将来的に見えなかったと、まあそういったことがありまして、なかなか大変だったらしいんですけども、ある一つのね、音楽と出会うんですよね。マリーナショーっていうね、まあ洋楽があるんですけども、あれの Who is this beach anyway っていうアルバムがありまして、でそのアルバムを聴いてめちゃくちゃ衝撃を受けるということで、このドラムベースのグルーブがすごい素晴らしかったというふうに言ってて、まあ本当にもう腐るほど聴きまくったって言ってるんですよね。だから松任谷正隆さんの作る楽曲っていうのは、まあこういったね、まあマリーナショーみたいな、まあそういったその音楽性っていうか、そういったところが原点になってるのかなと思います。もちろんその前にちっちゃい頃から聴いてた音楽っていうのもあるんですけども、まあやっぱりここでの衝撃がすごい強かったというふうに言っております。まあそれ以外にもですね、マイケル・ジャクソンのオフ・ザ・ウォールとか、そういったアルバムたちっていうのもね、すごい聴いたって言ってるんで、世界観としてはこうロックとか、なんかヘビメタとかそういうんじゃなくて、こう爽やかな、本当にポップスというふうにね、まあ松任谷由実さんの曲たちっていうのを聴いていただければわかると思うんですけども、まあああいった世界観っていうのが松任谷正隆さんのまあ好きな世界観だということでございますけどもね、ミスリムというね、松任谷由実さんのね、次のアルバムの制作が決まってですね、この時点でまあその交際を始めてですね、付き合って結婚しようってことになったらしいんですよね。まあ本当にね、なんで結婚したかっていうと、松任谷由実さんのやっぱ感性とか、まあそういうところにすごい自分と共通点があったりとか、似てたりとか、そういったことがあって、一緒にいると楽しいなとか、音楽の話できるなっていうことで、まあ実際に交際を始めたというふうに言ってるんですけども、まあ羨ましいなって思いますよね。なんかそういうふうに音楽の感性が似てるというかね、まあそういったところで、話があってね、付き合うってすごい理想だなと思いますけどもね。ということで、このミスリム、続いてのアルバムミスリムからですね、すごくこう、なんかね、アレンジャーとしての力どんどん発揮していくんですよね。まあミスリムといえばですね、まあ優しさに包まれたならとかね、あと有名なので言うと、海を見ていた午後とか、ああいった曲ありますけどもね、あと有名なの12月の雨っていう曲とかもめちゃくちゃ有名ですけどもね、今の季節にぴったりかなと思いますけど、この12月の雨はですね、山下達郎さんがコーラスに入ったりとか、大貫妙子さんが、まあ、コーラスに入ったりとかして、すごいその時のなんかまあシティポップ、まあ、シュガーベイブやってましたからね、山下達郎さんとか、そういったこのね、なんかシティポップの原型というか、ポップスの原型である山下達郎さんとかを招いてコーラスをお願いしたことによって、やっぱりこう日本の音楽史というものをね、すごく色濃く変えていったということで、やっぱりこの松任谷由実さんとか、松任谷や正隆さんもそうですけども、まあ、山下達郎さんとか、ああいった人たちがこう日本の音楽史というものをね、ガラリと変えたと。まあ、それがすごい大きな功績で、この時代から同社はね、なんかすごいタッグを組んでたと。まあ、そういったことがあるわけでございます。続いてね、すごい有名な曲、ハイファイセット、ね、卒業写真って松任谷由実さんがね、提供したんですけどもね、こういった曲なんかもアレンジするようになりますけどもね、そしてですね、松任谷正隆さん、70年代に、映画の曲とか、まあ、ドラマの曲、まあ、そういったもので、テーマ曲とか、背景音楽とか、ま
あ、そういったものを手掛けるようになっていくんですけども、映画のね妹っていうね、映画があるんですけども、まあ、かぐや姫の妹という曲がテーマになってるんですけども、まあその曲のねなんかその背景音楽っていうかそういったものを担当するんですよね。でこれねなんかね急にねその元々担当していた人が、バックれちゃったらしくて、それで急に、松任谷正隆くんやってくれということになってめちゃくちゃね急いで作ったらしくて、あんまりこう自分では好きではないというふうに言ってるんですけども、まあそういったこともありまして、ここで映画音楽とかまあそういったその、あの映像とシンクロする音楽性っていうもの、そういったものもねやるようになっていくわけでございます。でまあ どん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 アレンジャーとか作曲家として、まあ本当に一流になっていくというような感じでございます。まあドラマ、家庭の秘密っていうねドラマがあるんですけど、これの、ね音楽なんかも担当したりとかしていますけども、ちなみにこれはあのね、松任谷由実さんのあの日に帰りたい、まあこれがすごい、ヒットしまして、これが主題歌になっているということでございます。そしてここから吉田拓郎さんのね音楽にもどんどん参加していくわけでございますけども、吉田拓郎さんと松任谷由実さんね結構全然違うんじゃないかっていうね、フォークと、ポップス違うんじゃないかと思うんですけど、まあ先ほども言いましたけど、なんかフォークのなんかこうアレンジ的な、まあそのフォークの世界観っていうのも松任谷正隆さんのすごい得意分野というか、めちゃくちゃこう才能が発揮されているということで、やっぱりこうなんか2つの音楽性っていうか、まずちょっと違うような音楽性っていうのを担当してたってことがすごい大きいのかなと思います。フォークといえばですね、名残雪という曲をまあ、アレンジするわけでございますけどもね、まあイルカさんの方ですね、これもともとかぐや姫の、まあ曲ということでね、石川貴彦さんっていうまあアレンジャーの方なんかがね、やってるまあ本当にフォーク色が強い曲だったんですけども、まあイルカさんが歌うということで、全然ガラリとしたイメージつけようってことで、こうキーボードのねなんかこうイントロ、有名なイントロとか、まあそういったところをねどん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 こうアレンジャーとして活躍するということで、だからやっぱりこのフォークソングとかそういったところにもすごくこうなんか、ニーズがあるというか、そこがすごい、ね、あと才能かなと思います。やっぱりこのフォークソングについて松任谷正隆さん言ってるんですけども、不器用か器用かって言ったら日本のフォークってそこまでこう器用ではないというふうに言ってるんですよね。でもそのなんかちょっとしたこの不器用な感じっていうか、ここがですねなんかそのさじ加減がまあいい塩梅になって、こう日本特有のこう情緒的な文化になったっていうふうに言ってるんですけども、まあそういったこの感性とか、そういうなんかこの不器用でちょっと泥臭かったりとかするっていう、まあそこがすごい日本のフォークの特色だというふうに言っていて、僕もそうだなと思います。なんかこうちょっとなんかね繊細すぎるっていうわけではなくて、ただちょっとなんかこうある意味ちょっと勢いに任せて歌うみたいな、そういったところが日本のフォークの僕は特徴だと思うんですけどもね。でもやっぱりこう松任谷由実さんとか、まあそういったポップスっていうのはちょっと繊細さが求められたりとかしますけどもね、なんかそこがなんかすごいこういろんな、ジャンルを飛んでてすごいなって思いますけどもね。でルージュの伝言という曲をね、作るわけでございますけどもね、これのアレンジもすごい、かっこいいというかね、あれですけどもね、このルージュの伝言はねなんかもともとね松任谷由実さんの、なんかバックバンドの人がね、レコーディングに参加させてくれって言ってね、アレンジしてたんですけども、なかなかねそれが納得いかなかったらしくて、山下達郎さん急遽呼んで、コーラスつけてくれって言って、山下達郎さんにコーラスをねつけさせたということで、これね山下達郎さんのコーラスによってすごくこう、なんか世界観がガラリと変わったというふうに言ってるぐらいですね。でやっぱりこの松任谷正隆さんのこうアレンジ力っていうのも、まあ、これもさかなり、でかいわけでございます。続いて14番目の月というアルバムですね、このアルバムもすごくねこう松任谷正隆さんの力量が、試されてるわけでございますけども、まあ、中央フリーウェイとか入ってますけどね、中央フリーウェイはねすごい名曲なんですけど、海外のまあミュージシャンにここから頼むようになったらしいんですけども、松任谷正隆さん自身ね、なんかもうちょっとねこう跳ねた感じっていうか、音楽的に跳ねたグルーブが欲しかったっていう風に言ってるんですけどもね、まあすごいなと思います。僕はあれはあれでめちゃくちゃ名曲だけど、あれでもまだ納得がいかないっていうのが本当に音楽にこだわってるのかなと思いますけどもね。まあ中央フリーウェイといえば、まあ中央道のね、ビール工場競馬場という感じでございますけども、大好きな、名曲ですよね。まあ本当にこういった名曲たちっていうのを生み出しているということでございますけどもね、それと同時にね、まあティンパンアレイとかのまあ活動っていうのもどんどんやっていって、まあ細野さんとか鈴木茂さんとどんどん活動していくというふうにございますけどもね。続いてですね、ベニスズメというね、アルバムを、これをね手掛けるんですよ、松任谷由実さんのね、まあこれもねなんかねすごい僕大好きなんですけども、なんかこうあんまり売れなかったらしいんですよね。なんかこうセールスに伸び悩んだっていうかね、まあなぜかっていうと、こう全体的にこう暗いっていう印象が視聴者側についたらしくて、まあ確かにねなんかこうなんか色的には暗いっていうイメージあるんですけども、まあ松任谷正隆さん自身めちゃくちゃこれね気に入ってるっていうことでね、まあ僕もこれめちゃくちゃ好きなんですけどね、罪と罰とか残されたものとかね、まあ、すごい名曲だらけなんですけども、まあなんか当時ねやっぱりこう売れなかったっていう風に言ってるんですよね、だからまあその僕も思うんですけど、やっぱりこう音楽のそう才能がある人ってなかなかこう理解されないっていうか、世界観がすごすぎて、あとまあ音楽にこだわりすぎてね、なかなか理解されないっていうのがあるんですけどもね、まあそういったところをねこの時期松任谷正隆さん自身体感したのかなという風に思いますけどもね。そっからですね、流線形80っていうまあアルバム出すんですけど、その次にね、でこのアルバムは全然その売れなかったことがまああったらんで、まあがっつりポップスなナンバーに仕上げた、アルバムにしたということでね、
まあ、この頃からですね、ライブとかね、派手なパフォーマンスっていうか、そのなんか学芸会みたいなね、そういったパフォーマンスをやっていくという感じになって、エンタメ性が強くなっていくわけでございますけどもね、ふ頭を渡る風とか、まあ、観覧車とかめちゃくちゃ名曲でございます。そしてこの時期になると、まあ、リゾートライブですよね、有名なリゾートライブとかやるようになるわけでございますけどもね、そして続いて悲しいほどお天気というアルバムがありまして、でこれがねすごい松任谷正隆さん自身めちゃくちゃこう気に入ってるというか、完全燃焼したっていう風に言ってるぐらいめちゃくちゃこう本人からしたら傑作ということでございますけどもね、この時期ぐらいから年に2個ぐらいアルバム出すようになるということで、結構アルバム活動、作曲活動とかねアレンジ活動を続けてるわけでございます。はい、そしてですね、まあロングバケーションっていうね、まあ大竹英一さんのまあ本当に日本の歴史に残る名盤ありますけどもね、あれなんかもね、まあそのキーボードとか、まあそのストリングスとかそういったものでですね、関わっていくということで、本当にもうなんかね、大竹英一さんもやって吉田拓郎さんもやるっていうのがねすごいんですけどもね、こうジャンルを問わないようないろんな多種多様な音楽を体現してるっていう意味で本当に才能かなと思いますけどもね。はい、そしてこの時期ぐらいからですね、まあ松任谷由実さんの恒例の苗場コンサートとか、やるようになるわけでございますけどもね、この時期発売されたのがサーフ&スノーっていうね、まあ、アルバムで恋人はサンタクロースとか、まあ、そういったアルバムを出すんですけどもね、今でこそね定番になってる苗場のライブでございますけどもね、なんかなかなか最初はねそのなんかホテル側とかねなんか協力的じゃなかったらしいんですけどもね、そういったこともありまして本当にいろんなことがあるなと思いますけどもね。そしてまあそのねサーフ&スノーの名曲といえば恋人サンタクロースもそうなんですけど、僕は恋人と来ないでっていうね、まあ、あの曲がすごい好きでですね、まあ、岡田真澄さんっていうね、まあ、俳優のダンディーな方ですね、あの人とゲットしてる、まあ、楽曲なんでございますけどもね、なかなかねこれねレコーディングがねなんか大変だったらしくて、岡田さんの方がねどうしてもこうなんかこうなかなかうまくいかなかったらしいんですよね。で何回も岡田さん必死にね、なんかもうジャケット脱いでワイシャツ脱いでベスト脱いでそこでもうランニングシャツ1枚になりながら何回も何回も撮り直しして、ね、そういうまあことがあったらしいんですけどもね、なんかそういう姿を見てすごく感動したというふうに言ってますけど、これも名曲なんですよね。だからこのね、あの恋人と来ないでっていう曲、その大変だったレコーディングっていうのが伺えるような、のがありまして、まあ実際皆さん聞いてみると、松任谷由実さんと岡田さんが、デュエットしてる部分というか、二人で歌ってる部分の岡田さんの声がちょっと小さいんですよね。それなんでかって言ったら、こう、松任谷正隆さんが、まあそのメロディーラインっていうか、それをガイドするために、まあ一緒に歌ったらしいんですよね、岡田さんと。それでなんかこう、自分の声を消したことによって、それで岡田さんの声もちょっと音量が小さくなっちゃったっていうふうに言ってるんで、ぜひこれも聞いてみて、ください。名曲守ってあげたいとかね、そういうのがヒットするわけでございます。これもシュワッとした感じで作りたかったっていうふうに言ってますけどもね、シュワッとした感じがすごいもう抽象的すぎてって感じですけど、まあ、本当にこれも名曲でございます。で、この後もね、どんどん名曲出していきます。例えばまあアルバムで言うとパールピアスとかね、まあこれもパールピアスも、当時なんかフランスかどっかにね、なんかそのなんか撮影で行ってたらしくて、楽器がない中、頭の中でアレンジをしたというふうに言ってるぐらい天才なんですけどもね、なんか僕は真珠のピアスのあのギターのクリーンな感じがすごいいいんですけどもね、まあそれ以外にも松田聖子さんのアレンジとか、赤いスイートピーとか、まあ、瞳はダイヤモンドとか、小麦色のマーメイドとか、まあ、ああいった楽曲っていうのも手掛けていくわけでございますけどもね、いろんな名曲を生み出しています。そしてね、まあ、今もなおですね、本当にこう、松任谷由実さんというね、才能がある方と一緒にこう、音楽を作ってるということで、やっぱりね、松任谷正隆さん言ってますけども、なんか昔は良かったとか、まあそういったことは言わないらしいんですよね。やっぱりこう、まあまあ、もう本当に今を大切に生きてるというか、今をいい音楽を作る、まあ今が最高傑作なんだっていうことを、まあそういったスタンスで生きてらっしゃるということで、本当にこう、なんか人生で音楽の追求をしてる方なのかなというふうに思います。だから、本当に日本のね、まあその歴史にね、音楽の歴史に大きな影響を与えた方ということで、まあ紹介しましたけどもね、ぜひ皆さんも松任谷正隆さんがアレンジした楽曲っていうものの特徴とかね、聞いていただければなと思います。ということで今回以上です。ありがとうございます。